祝賀会の後に、ケネディ兄弟と話すモンロー。右奥で話しているのは、歌手のハリー・ベラ・フォンテ夫妻とコメディアンのジャック・ベニー。右最手前が、大統領補佐官、アーサー・シュレ・ジンジャー。ハッピーバースデー・ミスター・プレジデントとは、1962年5月19日に、当時のアメリカ合衆国大統領であった、ジョン・ F ・ケネディの45歳の誕生日を記念した、祝賀会において、 女優で歌手のマリリン・モンローによって歌われた歌である。モンローは、ハッピーバースデートゥーユーの歌詞にある、祝う人の名前を入れる部分に、ケネリを意味する、ミスター・プレジデントを当て、生めかしい声で歌い上げた。なお、ケネリの実際の45回目の誕生日は5月29日であり、その10日前に歌われたことになる。モンローは続けて、名曲サンクス・フォーザ・メモリーの一部分を、 ケニリを明確に指す新しい歌詞を書いた上で歌った。その後、ケニリがステージに上がり、モンドの歌い方や際どいドレス、彼女の一般的なセックスシンボルとしてのイメージをほのめかしながら、歌について、このように甘く、健やかに、誕生日の歌を歌ってもらったので、私はもう正解から引退してもいいと冗談を飛ばした。この歌とモンドによる熱唱は、 多くの理由により記憶されることとなった。まず最初に、これは彼女が重要な公の場に姿を表した最後の機会となった。この日の司会はケネリ家と信仰が深かった俳優のピーター・ロー・フォードだったのだが、モンローが数時間も遅れてきたのを捉えて、レート・マリリン・モンローと紹介した。レートには遅刻しただけではなくて、この意味もある。加えて、ケネリとモンローは、 浮気関係にあったという根強い噂が存在しており、門道が歌ったことはさらなる憶測を呼ぶこととなった。また、翌1963年11月22日には引退の冗談を口にしたケネディ自身が暗殺によって世を去っている。なお、この門道のコンサートではジャズピアニストのハンク・ジョーンズが演奏している。ケネディの誕生祝賀会は 以前のマディソンスクエアガーデンにおいて1962年5月19日に開催され、多くのセレブリティと共に1万5000人以上の人々が参加した。そこにはマリリン・モンローも含まれているが、夫人のジャクリーンは出席しなかった。モンローのドレスは薄手の白人の肌色の生地が使われており、2500個ものラインストーンが縫い付けられていたことで有名である。ドレスは、 非常にきつく作られていたため、モンローは文字通り服に縫い込まれることとなった。なお彼女はその下に何も着ていなかった。このドレスはジャンルによってデザインされたものである。この祝賀会はミュージカル映画ザ・パジャマ・ゲームで有名なキャロル・ヘイニーによって演出された。モンローが着ていたドレスは歌のシンボルとして有名になり、1999年に ニューヨーク州で競売にかけられた際には126万 US ドルで落札された。ザナイトマリリンサングツー JFK レアフォトス -life.time.com ありがとうございます。